出現は防げなかった。しかし人の力が結束した今、かの存在は決して打ち、だが戦海軍の長スサノオはそうは考えていなかった。あくまで人は脆弱であり、幼者の討滅は、スサノオは幼者の末と軍を進めた。そしてその途上、ガッピの地、ガッピを守るのは俊英リクソン。しかし戦海の精鋭とスサノオが相手では分が悪い。リクソンの才を惜しむ総妃は義と語の、リクソンを助け、いずれ世の混乱が収まり国の形が戻る。やつはそうかもしれない。だがそれはの今を切り抜けねば後もありえん。今リクソンの才を、我が君、その際今にも消えそうですが、急いだ方がよろし。では行くとしよう。今なすべき。安心して戦いな。スサノオのくだらぬ意地からリクソンを救う。今なすべきはそれだ。いずれ己の前に立つかもしれぬ男を救う水挙のことだ。敵手すらも飲み込みたい。素敵ですが我が君、これほどの数で攻め立てるだなんて、スサノオは随分とせっかちですよね。この大軍を相手によく持ちこたえた。やはりリクソンは尋常の才である。リクソン、大したことはない。総妃、せっかちですわね。今
信じろとは言わない。貴様の最地、炎のごとくと誇るのだ。我らをも呑み、燃え立たせてみせろ。今は葬儀も孫悟も関係がない。人間としてお前に力を貸してやろう。わかりました。なるほど、我々が義を攻めて同じ戦術ですね。我々は中央より合皮城の救援に向かいます。また敵戦力を集中させるため西側を。いいだろう。西側は我々が受け持つとし。戦海軍といっても人と変わることはない。それ性も逆転できます。即座に俺たちの戦力を組み込んだ戦、それに応えてみせる。そうだ、この戦なかなかの見物となりそうだ。士気も高まりましょう。よく耐えてくれました。合皮城を足場に戦線を押し返しましょう。私は合皮城の守備に当たります。南東の援軍と共に佐野を攻めてください。よし、目の覚める戦ぶり、お見事。私が真の戦国武装ってやつや。門が閉ざされていますわ。敵が取り入れないで震えているのかしら。すでに手は打ってあります。そろそろのはずです。これで二方からスサノオを攻められます。敵の戦力も分散することでしょう。おい、この子らよ、我らを見極めん。おお、あの劣勢を覆してみせた。
したかのような物言いだ。実際そうなのだ。やつもまた迷っていると見るべきだろう。人に託すべきかどうか。これでガッピは守ることができました。救援に感謝します。カンクレ楽勝だぜ。お前の才が必要だ。あなたと私は相入れないようです。いずれまた敵対ですが、あなたは私を助けてくれました。リク・ハクゲン、ソウヒ殿と共に参ります。これを差し、これをお前のお見事。おー